はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021ライブ配信始めていこうと思います。いつも通り、こちらですね、ツイッチで配信を行っております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。またですね、 YouTube のアーカイブ2日後、21日にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価、お願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 My YouTube チャンネル、ツイッター X My アカウントフォロー&チャット、リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では行きましょう。1月を3週間ですね。まあ、天の iPod 強いからな。ハニカミは勝ち星を挙げてもらいましょう。はい、あと一つか。香港スチュワーズカップ天のハニカミ一番人気。126トップですね。112がの馬が追うのか。でも人気にはなってないな。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港スチュワーズカップ、芝 1600m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、ペニーラセーヌ前に行きそうです。ノベルアルキー、それに続いています。さらにはチャーターデザイン G16 勝天のハニカミ、その後ろ先手を取ったのはペニーラセーヌ、その後ろからはスカーレットゴースト、並んで足毛の馬体、ティムズグレイ、黄色の帽子、キャリコーカリム、その後ろ内からはサルトリートリーズン、その隣にアラン・アストリアス、その外からインフォメーション・グローリー、グリーン・バーディー、そのうちに続いています。その外にアメリカン・イスファハン、並んで G12勝オード・イン・デスクリション。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はケニー・ラセーヌ、まだ粘っています。チャーターデザインほとんど差がありません。間を挟んでノベル・アルキー、さあそうそう上がってくる。ここで先頭はいい具合に上がっていってますね。ハニカミ先頭へ。問題は後ろから刺されないかどうかですが、大丈夫ですね。勝ちましたね。はい、ゴール。1着でゴール、2着はアウトワードカロライナ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のハニカミ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。はい、しっかり勝ってくれました。次は2連勝となります。いいえ、放牧させます。ブラックキャビア一番人気です。クラブは凱旋あなたとはちょっとしんどいな。うわ、接戦ですね。センターランにスプリントカップ、勝てるかどうかといったらちょっと怪しいとこありますが、レースです。
シャティン競馬場 G1 センテナリースプリントカップ芝 1200m 電撃戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはワンダフルコラム、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくワンダフルコラム行きました。続いて前へ行くのはユースナッシング、外枠だからな。スキップニスカシミヤ、無敗のロドリゴ女王、その後ろ先手を取ったのはワンダフルコラム、好位置をキープしています。ブラックキャビア、ロケットマン、そのうちに続いています。並んで10番インスタントエプトーム、宇治山デビル、その前に進出、その隣にウィンコメディ、アンエイプリルタリオス、すぐ後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。ここで先頭はブラックキャビア、本当ですね、いいですね。ロケットマン手応えは悪くありません。前を捉えられた、あとは粘ってくれ、勝てそうだ。2番手はこちらも勝ちました。この馬で決まりか。先頭はブラックキャビア、1着でゴール、2着はロケットマン、3着にユースナッシング。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。比較的やっぱり香港は海外の中でも勝ちやすいレースですね。TCK 女王杯、天のドロロ2番人気か。1番人気は東方ドルチェ、3番人気ストップザシェルか。先方をちょっと考えましょう。差しで行ってみましょう。和田騎手も差しの方が合ってるみたいですしね。ダイジェスト、大井競馬場 JPN3TCK 女王杯、牝馬限定ダート 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、東方ドルチェ先頭、さあ外からやってきたが、後続の手応えもいい。あと 200m、 ドロロ先頭追い上げてきた、立つか。先頭立ちましたね。このまま押し切るか。天のドロロ差し切った。天のドロロ勝ちました。強い天のドロロ圧勝ゴールイン。2着は東方ドルチェ、3着にストップザエシル、勝ったのは天のドロロ。いいですね。百鬼バルも喜んでます。初の重賞制覇なんだこれ。さあこれからです。天のドロロ、菜の花賞、天のトゥルース、ピアスの天のトゥルースは4番人気となります。アニメイトバイオか。アニメイトいいのかな。一番人気桜プライドですね。先方変えら、これでいいや。ダイジェスト、中山一生クラス、三歳一生クラス、菜の花賞、芝 1600m マイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。6走じゃないですか。残り 200m を通過して、天のトゥルースアドバンテージをキープ。さあ詰まりませんね。2番手はアニメイトバイオ、天のトゥルース、これ強いわ。天のトゥルース勝ちました。強い天のトゥルース、圧勝ゴールイン。2着はアニメイトバイオ、これはものが違う天のトゥルース。何もなしか、紹介は。さあカレンちゃんが購買ステークス出走、2番人気ですね。ジェールオブナイルが相手になります。他オリーブセコイアもあたりも人気ですね。ちょっと、ダメだ、1番人気、2番人気か。じゃあ差しで行ってみましょう。
ダイジェストです。京都3歳オープン特別購買ステークス、牝馬限定芝 1400m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エアピック先頭、外から勢いよくジュエルオブナイル先頭。さあこれ来てるぞ、カレンちゃんも。ジュエルオブナイル2番手はカレンちゃん、一気に足を伸ばす。カレンちゃん先頭へ差し切った。先頭はカレンちゃん、1着でゴール、2着はジュエルオブナイル、3着にオリーブセコイア、見事に勝ちましたカレンちゃん。3連勝ですね、カレンちゃん。オープン特別を勝ちました。次は重賞ですね。そして京成杯はクラブ馬凱旋ゲリラ雨。1番人気はベルズトゥース、2番人気コンプトンソネットとなりますが、どうでしょう。ダイジェスト、中山3歳 G3 京成杯芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋ゲリラ雨先頭、残り 200m を通過してベルズトゥース追い上げてきた。ベルズトゥース抜けた。ベルズトゥース粘る。ベルズトゥース、ベルズトゥース2着争いが激しい。1着以下は混戦です。1番人気に応えましたベルズトゥース、見事です。そういえばあのウィポも、あのウィポ10が来年版2024が発売ですね。何が変わるのかはあの11月30日で分かりますが、なんか高いですねソフト代。日経新春杯上がってますね。ちょっと辛いな買うのは。まだ個人的にはいいかというふうに思ってしまいます。アーネストリーか。日経新春杯ダイジェスト、京都 G2 芝 2400m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。凱旋ヘルシオ先頭、ヘルシオトップだ。アーネストリー、マイネルキッズ伸びてきた。ここから激戦ですね。残り 200m を通過してマイネルキッズ抜けた。2番手はサンライズマックス、サンライズマックスか。マイネルキッズ1着、2着にはどうやらサンライズマックス、3着に凱旋ヘルシオ、見事に勝ちましたマイネルキッズ。さあ愛知杯です。1番人気天の初音ミク、2番人気天のラキスタが出走となります。印はやっぱり2頭で分け合ってるんかな。そのようです。あとスナグルルートぐらいですね。さあ2番人気ラキスタ先方変えられますが、まあこのままでいきましょう。ダイジェスト、中京 G3愛知杯芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野ラキスタ先頭、さあブラボーデイジー一気に来た。残り 200m を通過して後続を引き離す天野ラキスタ、足色は衰えません。一気に天野初音ミク、初音ミクすごいスピード。天野ラキスタゴール、大激戦のゴール前。これはいや分からんですよ、すごいな初音ミクの追い込み。いい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あでも粘ってますね。いや初音ミクは勝った。ああいいのか、初音ミクが粘ったんだ。ラキスタはいい追い込みだったんですけど、カチタイヤとニコニコが G1 です。あれ笠木ケリーに山の気持ちいいが出走ですね。半分あのもらえますんで、一つでも勝ちを上げたいってとこですよね。
汚れなき黒い宝石。99です。まずはちょっとローテを決めましょう。ポニョが、チューリップ賞か、まあ、早めに勝たなきゃいけませんからね。ポニョは2勝です。2周放牧。カレンちゃんは重賞制覇を目指しますが、マーガレットステークスか、まあ、短距離が取れてないからな。一応放牧させてこの後挑ませるんですが、長くても1400だもんな。フィリーズレビューとか、あとここもありますね、ファルコンステークスも。1200の重賞はないな。ホイステークスぐらいまでしかないんですよね。ってことはこれではダメなんで、もう一層なんか走らせなきゃいけないとなると、やっぱりファルコンステークスかなっていうことになります。あ、ってことでこれは3周放牧で、アマノトゥルースがスミレステークスか。勝ちましたね。次はオープン特別ということになりますね。グーはダートです。初流ステークスは距離が短いな。2月の4週以降であれば OK。ヤシンスでもいいよね。ダートはない。ダートの重賞であればこれがありますから、これを最終的には狙っていきたい。あとまあこの辺か。ちょっと短いんですよね、1006でも。とはいえ、本当出せるレースが全然ないな。伏流ステークスか。こんな感じやな。で、iPhone がクイーンステークス、重賞初制覇を目指しますが。疲れがちょっと心配なんですよね。一周放牧。そばにいるねがアスナロ賞か。クリビットは5勝順調に勝っております。早熟なので早いこと勝ちに行かないとダメですね。3月1周まで。ブルーレイ、キサラギ賞か。いや、あ、まあ芝も大丈夫なんですよね。マイルか。確かにキサラギ賞で芝もいけるか見てもいいかもね。これは出します。ユリカモメ、ユリカモメちょっと調子落ちてるな。ちょっと考えよう。2月4週以降かな。関東所属なんで関東で行きましょう。フリージア賞、一周放牧。
ルーラシップは遅めか。で、ブエナビスタですね。ここからはコバ。ブエナビスタ急所なんで、もうどこ出しても構わないですが。ということは、なるべく、ドバイターフとかかな。ランベットステークスなんかもありますが、イナバウは出てますが、レッドディザイア、サンタンイタハンデ、この辺は分からんもんな。まあ、とりあえずドバイターフに登録しときましょう、先に。ブラックキャビア短距離 G1 を狙います。そこで高松宮記念ですね。高松宮記念まで短距離 G1 ってなかったっけ。距離は上限が1400か。これは浜の網をフューチュリティステークス19キロ。あ、こっちでもいいですが、ゲド戦記が出てんのか。線にここは長い。あとこのぐらいですよね。アルコーツぐらいだもんな。どっち出るかはちょっと考えどころ。こっちは送り人がいるのか。で、花盛り、花盛りも短距離戦ですよね。短距離戦というよりマイル戦ですね、狙いは。一旦放牧させましょう。どうだろう、まあダートの方が合うからな。芝丸ダートあれだからな、ダートの方がいい。ドロロが TCK 上杯、これも芝ダート両対応なんですね。ドロロか、内容は良かったけどな。これ出すと3月一周になるから、3月一周って当然ドバイなんですけど、キャンキャン、レッドデザイア、あ、なんか弱そう。ジベルハッタ行ってみるか。いや、これ削除して竹豊を乗せられない。竹豊が乗ってくれない。で、次ニコニコが今週、ニコニコはまだ3勝。早く積み重ねたいです、勝ちを。いくら晩成でもね。今週ヒーローが登場。G3 は取ってるんですけどね。あ、健康 F なんだ。あ、ダメだ。任せてくれない。うん。椿は、大阪杯を狙っていきます。まあいいんじゃないかな。で、春日がフェブラリー。春日、ああ、これリーチかかってる。いや、リーチじゃないかも。あ、これ、あ、 JPN1 交流戦って全然出てないとして、交流戦取ってないから、これ取ったら決まりですね。
と春日がどこまで寿命が残ってるかですよね。切れてる可能性もある。これでいいのかな、ランベットで。まあランベットでいいでしょう。キャンキャンも今何勝、1勝か。間に合うかな、キャンキャンも。なんか寿命がちょっと心配ですね、キャンキャンも。ヘイトが東京大将、スマートハルコはフェブラリーか。いや、フェブラリー出さなくていいような。ただここは多分川崎があるんで、あと 0.5 勝必要です。3時カップはゼニアッタが出てんだな。で、赤崎記念で良かった気もするが、柏記念は登録しときましょう。その前に何登録するかだな。1004でも全然大丈夫だからな。キャン出られちゃってるけど、まあ出ようかな。海外経験は内パクに任せましょう。ん？機能戦記ってこれ、ああ自分発症してるのか。ブルースリーですね。いい加減取ってほしい。まだ2勝なんだ。ちょっとやばいかもな、ブルースリー。寿命って伸ばせないの？あ、無理か。挑戦です。小泉ですね。小泉どうしよう。小泉いいんじゃないかな。ハウルは調子が落ちてるんで一周放牧。ハウル11勝だからまあ文句ない。タンクレットか。ブログも強いです。ん？ブログ今9勝か。ちょっとやっぱ勝ちが勝てなくなってきてるは気になりますね。ミーゴは13勝。ブリーダーズカップ何を出すかっていうのを早く決めないといけない。
対気持ちいいが笠木記念。そうだよな、ん？世界に花は20種をあげてるからダイオライトでは構わないと。勝ちたいやは勝ちに行きたい。5勝ですね今。とは言っても交流重賞ばっかりだからな。最終年です。ペガサスワールドカップ天の勝ちタイヤです。2番人気か。104ブレームが1番人気、ちょっと厳しいな。先方変えられます。先行策いってみましょう。ダイジェスト、ガルフストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップダート 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して日本と世界どうだ、逃げられるか。頑張れ勝ちタイヤ、 OK 勝った。1着2着はブレーム、3着にウェルアームド。さらに1勝積み重ねました。天の勝ちタイヤ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。6個目、寿命を伸ばすことが多分できたはず。ペガサスワールド CT 天野ニコニコ3番人気。3番人気か、厳しいな。125で、あ、でもジオボンティがいるのか。ここはコートビジョンとか強いのが多いです。ダイジェスト、ガルフストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップターフ芝 1900m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m 後続を引き離すジオポンティ、足色は衰えません。2番手はグロリアデカンペオン、ジオポンティ1着2着は微妙です。か、勝ったのはジオポンティ、見事な勝利です。国内に走らせてもいいかもしれないですね。大阪杯とか川崎記念、天の気持ちいい1番人気。さあここは 0.5 勝ですが、積み上げることで金札をより確実にしたいところです。曽根騎手ですね。レース行きましょう。川崎競馬場 JPN1 川崎記念ダート 2100m、 冬の川崎のビッグレースです。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。天の気持ちいい、これは好スタート、マンオブパーサー、いいんじゃないでしょうか。スタートを切りました。天の気持ちいい、この辺りも前へ行きます。マンオブパーサー、競りかけていきました。マンオブパーサー先手を取りました。これに続いてメジロアンサー、サムバディシャーポ、それに続いています。すぐ後ろにサンズストリーム、フォーカサスハッシュ、そのうちに続いています。ナイキハイグレード、すぐ後ろ、その外からギルガメッシュ、内からはメトロノース、青の帽子宇治山バイオン、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。エルバレー、それに続きます。その隣にクリスタルショア、すぐ後ろにビクトリーテツニー、しんがりからトップサバトン、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番マンオブパーサー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、2番手に14番天の気持ちいい、そして大きく離れてメジロアンサー、この位置です。並んで8番サンズストリーム、並んで古豪ギルガメッシュ、サムバディシャーポ、この馬もこのグループ、その後ろからはナイキハイグレード、並んで2番オーカサスハッシュ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。天の気持ちいい、早くも先頭になりましたね。2番手はマンオブパーサー、間を挟んでメジロアンサー、3番手。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、天の気持ちいい。もう6勝でしょう。後続は大きく離れました。ビクトリーテツニー必死に追います。
この差は果たして縮まるか。ぶっちぎりです。この馬で決まりか。圧勝です。馬の気持ちいい。独走馬の気持ちいい。ぶっちぎりです。2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは馬の気持ちいい。さあこれで勝って、ドバイはちょっと距離短いかもな。スタート前に行く馬だから、これは助かります。さあ東海ステークス天のヒーロー登場ですが、1番人気ワンダースピードですね。対抗するのはマコトスバルピビエロが、ピエロじゃなくてビエロだったんですね、この馬。ということでダイジェストいきましょう。京都、あ、中京 G2、 東海テレビ杯、東海ステークス、ダート 1400m、 1800m です。4コーナーをカーブして、さあ先頭です。天のヒーロー先頭、2馬身から3馬身のリード、マコトスパルビエロ2番手、手応えはどうか。残り 200m を通過して、後続は大きく離れた。2番手はマコトスパルビエロ、天のヒーロー強い強い。天のヒーロー圧勝ゴールイン。2着はマコトスパルビエロ、3着にワンダースピード、天のヒーロー見事な勝利です。いいえ、AJCC 天の線の風は1番人気、クラブは凱旋キアイダー、凱旋決命誌も出走。本誌以外は天の線の風が 本命か、キアイダーが本誌本命となってますね。キアイダーもしぶといな。他ナムラクレセンター隊が人気ですね。ミヤビーランベリーもダイジェストです。中山 G2 アメリカジョッキークラブカップ、芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミヤビランベリー先頭、あと 200m、ミヤビランベリー後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。ようやくやってきたが、凱旋決命誌、先頭はミヤビランベリー、どうしたんだ。2着は凱旋決命誌、3着に当選クラウン、見事に勝ちましたミヤビランベリー。風の風5着。いろいろ種牡馬を売ったから収入になったみたいですが、2頭だけですね。アラフォーとエネループ。チタンヤが。お、なんでしょう、トーマくん。おお、子供が。安城の支援、その勝ちたいんや。次どこに出すかですね。1500の2300、今年いっぱいだからな。フェブラリー出したら春日とぶつかることになるしな。海外行っても通用すると思うんだよな。サウジはまあ無理としても、クトゥーム行ってもらおうか。
マクトゥーム他の馬なんか登録してなかったっけ。レッドデザイア、いやマクトゥームじゃないわ。マクトゥーム行きましょう。横乗りでいいのか。まあ横乗りに任せましょうか。で本当は武豊乗ってほしいんだよな。ねえね、20勝気持ちいいは10勝か。まあ、ここには出さずにもうね行きましょう。ドバイ行っちゃいましょう。ドバイ一番乗りです。それか、武豊もいますが C 機種かな。で冬ソナがフェブラリー、冬ソナは11勝だから、うん、フェブラリー出さなくていいような気がする。チャンピオンズカップ3着か。冬ソナ国内路線ですね。距離は戦後の2300。牝馬限定いけるのか彼女の場合。この辺とかな、アップルブラスタムハンデとか結構お金稼げますからね。アップルブラスタ登録だけはしときましょう。佐賀は登録してる馬がいるんで、インプレス杯iPod が3月の4週3月の4週のタンクレットか。どんなメンツなんだ。あ、ゴルティコバがいるか。まともな対戦させないとな。じゃあさあゼニアッターサウジカップに挑みます。順調にいけば、まあ、このままあのサウジカップの次はドバイですよね。カーダ騎手、うん、あれゼニア、ああいいのか。山のハウル、それからスマートファルコンが8勝ダートで8勝だから全日本2歳優秀なんであと 0.5 勝必要ですね。んちょっと待って、スマートファルコンはクラークハンデを勝ってるが、ゲノ戦記はもう満たしてますね、条件を。オーケーブルースリーはなんとか勝たねばならない。鍛えます。
もうちょっと疲れが心配だな。千の風。瞬発力勝負。刀ハルヒ、なんとか勝ってほしい。ナバはまだ3勝なんですね。メンタルが低いのか。投資、育成、スタミナ、メンタル上げるものがないんだよな。フェイトが、うん、三上は、7勝リーチです。リーチなんでこんなとこ出してるわけにはいきません。放牧してるんで、3月を1周あたりからレースに出したいな。マイル戦かな。初音ミクがここにいるのか。初音ミクって何勝だっけ。まだ1勝もしてないのか。とフランケル、あとこの辺りかな。ジョージライダー、ジョージライダーに出しましょう。武豊、ヒーローは、まあ、挑戦はしたいよな。ベーナビスタ、まあ距離的性的には1005より1006か。まさかに本当疲れがな多いよな。ラキスタはあんまり出さん方がいいな。フェブラリーまだ早い。本当言ったら京都、あの東京新聞杯とかでもいいぐらいな。あーなるほど、ここ出そうかな。うん、ここ出しましょう。でドロロがジュベルハッタ、これどうなんだろう。まあ悪くはないけどな。メンバー次第だよな。まあでもメンバーそんなに重くないから、だから出すんだ。ん？なんか調子落ちてるぞ。あ、休み明けか。
クラブ見てみましょう。今2位か。あ、ユキナホイールキャプチャー買ってくれました。よかったよかった。これで 1,2,3,4 7人が買いましたね。知人が今10人いるんで10分の7買ってくれてます。あれ、まだ伊坂さんはまだなんですね。一つ枠は空いてるんですが買わなかった。青葉エリカが今年から買えるんですが、今年からだっけ、来年じゃなくて今年からか。ユニクロ買ったか。まああんまりプラスにならないんですよね。まあ、そのユニクロが一番売れてないのか。あかん、これ比較的早熟ですね。言葉がもう20歳になりました。北斗ベガが一番稼いだんだっけ。遊戯王が一番稼いだんだっけ。とりあえず行きましょう。ミルーパー3番手か。さあ、シラフジステークスはこれ無理です。外星メタボ若菜賞アマナーラフォー出走です。一番人気グリグリですね。パドトロアがグランパドルーの子供なんだ。ダイジェスト行きましょう。京都一生クラス3歳限定若菜賞芝 1200m の電撃戦です。4コーナーをカーブして先頭を伺う。アマノアラフォー先頭、残り 200m を通過してアマノアラフォー余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はバドトロワ、アマノアラフォー今合輪段違いの強さです。最後は突き放しましたね。2着はパドトロワ、3着にサウンドバリア、これは物が違う。アマノアラフォーいい流れです。紹介してくれなかった。さあ次です。ネギステークス天の絵でループは3番人気。富士のウェーブがグリグリですね。あとバンクル立山ダンテローゼあたりも人気です。さあ天の絵でループ先方どうするか。差しで行ってみましょう。ダイジェスト、東京 G3 ネギステークスだと 1400m です。4コーナーをカーブしてさあこれからです。セイクリムズン先頭、リードは1馬身から2馬身。天のエネループ、エネループやってきた。前を捉えられるか。残り 200m 通過して、さあ先頭は今度は天のエネループ勝った。2番手はセイクリムズン抜け出した。差を広げる天のエネループ1着。天のエネループ
完勝。2着はランザローテ、3着にセイクリムズン、見事に勝ちました。アマノエネループ。勝つことが最大のやっぱりご褒自信ですからね。シルクロードステークスです。クラブは2頭、ブシーチブと凱旋鈍感。一番人気はミリッサです。ダイジェストです。京都 G3 シルクロードステークス芝 1200m 電撃戦です。さあいよいよ直線の攻防。ウエスタンダンサー先頭、残り 200m を通過して、先頭はウエスタンダンサー、外から一気に突き抜けるか。凱旋鈍感、凱旋鈍感、差し切った。凱旋鈍感、凱旋鈍感、1着2着は微妙です。見事に勝ちました。凱旋鈍感、鈍感が勝ってくれました。人気のない方は勝ちましたね。さあ4頭、ブラックキャビアライトニングに金シャサの奇跡登場です。ループがネギステークスを取りました。状態はいいな。フェブラリーと行きたいとこではあるんですが、芝ダートのみですね。嬉しそうな、ここに挑戦す。さあ横乗りがかぶっちゃっていると、勝ちたんやで。竹豊が乗れるんだったら乗せたいんだよな。さあアラフォーはどうするか。あ、ここかぶるな。ブログ、ブターフ、竹豊、竹豊でいいんじゃないの。ん、でもサウジカップって誰が出るんだっけ。カーダか。カーダに、カーダ乗せたろっか。ハウル、あ、ハウルじゃない、ネムターフ。カーダに任せましょう。で、ここでアラフォーはよいしょ、ディープインパクト記念で記念を狙いますが、もうちょっと距離短い方がいいかもね。本当はさあ、一押し考えたら共同通信杯とかがいいんだよな。共同通信杯出しましょう。よいしょはやめて、
出す、どうせ出すんだったら毎日杯かニュージーランドトロフィーか毎日杯とりあえず登録しときましょう。次は何？3月2週か。投資ばっかりだな。出た。バレンタインで。ブラックキャビアライトニング、キンシャサの奇跡、一番人気。133、ダントツです。力ではダントツ。問題は状態ですよね。まあ、投資はありま、いいと思います。さあ、レース行きましょう。フレミントン競馬場 G1。ブラックキャビアライトニング、芝1000メートル。これ、電撃戦で。直線競馬じゃないかと思われます。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コンティネントアファー、コースタート、ヘイリスト。この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してヘイリスト。さらに立ちます。横一線のスタートですね。コンティネントアファー、この馬も上がっていく構えです。先頭に戻りましょう。ヘイリスト、先手を取りました。その外にコンティネントアファー、オレンジの帽子、ホリデイキーパー。その後ろ、JJ ザジェットプレーン。その前に進出、好位置をキープしています。キンシャサの奇跡。残りあと400メートル。抜け出しましたね。ここからどうか。ヘイリスト、先頭。外からキンシャサの奇跡。残り200メートル。キンシャサの奇跡。先頭だ。2番手はヘイリスト。キンシャサの奇跡。先頭。キンシャサの奇跡。なんとか勝ちました。1着、2着はヘイリスト。3着に日光に世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。キンシャサの奇跡。まさしく日本が世界に誇れる馬です。佐賀記念天のつぼみ一番人気。チャンス到来、西のナースあたりが人気ですね。ダイジェスト、佐賀競馬場 JPN3 佐賀記念ダート 2000m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天のつぼみ先頭。しかし後続との差が縮まってきました。後ろからこらえてる。残り200メートル。離されたな。
2番手はブルーランド、チャンス到来、先頭だ、チャンス到来、ゴールイン、2着はブルーランド、3着に天野つぼみ、これが地方の実力だ、チャンス到来。あら、カツハル、さあ、カタノフェイト、東京新聞杯登場です。7番人気か、ちょっと厳しいな。見送りってなってますね。まあ、ダート芝はどうなのかっていうのはあるんでしょうね。クラブはキャプテントゥーレが登場です。凱旋マークも出てますね。あとサンカルロか人気は。さあ、カタノフェイトですが、先行策いってみましょう。ダイジェスト、東京 G3、 東京新聞杯、芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キャプテントゥーレ先頭、内からチーフズプリマ、伸び悩んでるな。外からオリーブシャープ、キャプテントゥーレ先頭、内からチーフズプリマ、残り 200m を通過してチーフズプリマ追い上げてきた。チーフズプリマ抜けた、サンカルロ差し切った。2番手はオリーブシャープ、サンカルロゴールイン、2着は微妙です。見事に勝ちました、サンカルロ。さっきさらぎ賞はマノブルーレイです。一番人気グリグリです。まあ、全日本2歳優勝取ってる馬ですからね。さあ、芝での適性をこのレースは問われます。ルーサなんかもいますが、ダイジェストです。京都3歳、G3 キサラギ賞かっこ NHK 賞、芝 1800m です。さあ、いよいよ直線の攻防、上がってきました。ブルーレイ先頭、先頭内からぐんぐんと天野ブルーレイ、ここで先頭に立った。先頭だ、ブルーレイ残り 200m、 後続を引き離す天野ブルーレイ、足色は衰えません。勝ちましたね。2番手はエルスクリーン、天野ブルーレイ1着、天野ブルーレイ完勝、も大丈夫そう。エルスクリーン3着にペルーサ、天野ブルーレイ見事1番人気に応えました。エンシンフラッシュらもいたのか。さあ、オーケンブルースイー頑張ってほしいが、ケド戦機が輪島騎手の前になっている。2月3週です。世界のスプリント、お、何 G1 ライバル対決100勝。
この記録には年譜には残らないんですね。さあ、まずキンシャサの奇跡です。こんなとこには走行きません。目標は世界。アルクオーツスプリントです。まあオープン特別使ったばっかりだから、オープン特別すら勝ててないからな、まだ早いのかもね。ダイオライトとか言ってるけど大丈夫かな。ニカはニカステークスにちょっと格下げしよう。フェイトはなんかパッとしないかったな。ダートの方がいいのかもしれないね。ダイオライトも。スプリングステークスです。本当にいいのかどうか。海外行きましょう。ロバース・ロイスステークスってなんだ？ G3 か。じゃあ出しましょう。で、エネループです。マジソンステークスに乱します。で、アラフォーが支配？うん、まあまあいいや。候補いかっか。3番手っていう評価ですね。ネクスト香港ゴールドカップ、オーケンブルー3、一番人気です。116、これ激戦ですね。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港ゴールドカップ芝 2000m です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まあまあいいスタートです。オーケンブルースリー、スイートビクター前に行きそうです。ライフダイアトム、それに続いています。もう一度先頭から先手を取ったのはホリデイリズム、すぐ後ろにイズイットビクター。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。緑の帽子ライフダイアトム、その後ろこれに続くのがサイドアリディバ、内からはサムアンロス、その隣にケニーラセーヌ、その外からダンストランクイリティ、アウトワードカロライナ、そのうちに続いています。並んで古豪ライジングツリー、オーケンブルースリー、この位置です。内からはシンプリンサウンディングズ、並んで G12 勝フォードインデスクリション、その外にアナバークラシック、しんがりからジャッキーフォーブス。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ漆黒の馬体、ホリデイリズム、ホリデイリズム後続を引き離します。2番手はライクダイアトム、間を挟んでケニーラセーヌ、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。上がってきたオーケンブルースリー、いいんじゃないのこの走りは。さあここから頑張れるか、ブルースリーいけ、頑張れ、オッケー、抜け出した、オッケーオッケー、ブルースリーぶっちぎりだ。2着はアナバークラシック、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オーケンブルースリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいでしょう。あと思ったけど、いや変えます。あれあれ変えてないよな。あ、海外遠征だ、根幹距離。あ、完全燃焼はいらん。クイーンズシルバー JC 天のゲード戦記、一番人気134。力的には抜け出てる感じはありますね。竹豊が乗ればなお良かったんですが、レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 クイーンズシルバージュビリーカップ、芝 1400m です。これゲド戦記ってもう8勝上げてるんだったよな。じゃあまあ竹豊でなくてもいいのか。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が行くでしょうか。アルダルシエラ前に行きそうです。フローレンスタック、それに続いています。さらにはサンタイムパワー、古豪ウルトラファンタジー、その後ろフローレンスタック先手を取りました。その外にトラディションフォール、その外からサンフォードスティプレート、その後ろからはクレディターベルズ、そして大きく離れてエクスプロードソート、この位置です。すぐ後ろにスワーブイグザンプル、その外にグッドババ、ピンクの帽子ウエストカーマイ、その後ろ後ろからの競馬になりました。天のゲド戦記、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。直線か、日本と世界意地のぶつかり合いだ。サンフォードスティプレイト先頭、外からゲド戦記いい足ですね。ウルトラファンタジー、さあ貸し切れるか。どうか、あと 200m、 グッドババ伸びてきた。グッドババ、あ、グッドババに及ばない。グッドババ先頭だ。グッドババ、グッドババ1着、2着は天のゲド戦記、3着にウルトラファンタジー、勝ったのはグッドババ、見事な勝利です。惜しいな。クイーンカップ、アマノアイフォン登場です。一番人気。グリグリですね。2番人気アプリコットフィズ、3番人気テンマカレッタ、
クラブは凱旋アボートも6番人気です。ダイジェスト、東京3歳牝馬限定 G3 デイリー杯クイーンカップ芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。もう上がってきてます。先頭アマノアイフォン、先頭引き離しにかかるベルズトゥース、懸命に追いすがります。アマノアイフォン先頭、残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はエイシンリターンズ、アマノアイフォンぶっちぎりです。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はエイシンリターンズ、アマノアイフォン見事1番人気に応えました。重賞初勝利だったんですね。にしちゃ強い。アスナの賞は天のそばにいるね、一番人気グリグリです。これ山菜戦だよな。山菜戦ですね。JJ オペラ、マリーエターナルあたりか。ダイジェスト、小倉3歳1勝クラス、砂の賞芝 2000m です。さあ短い直線に入って、抜け出した。ここからが腕の見せ所、天のそばにいるね。先頭リードは3馬身以上、その差が広がります。2番手はグリックサーティー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はグリックサーティー、これは桁外れの強さだ。天のそばにいるね。さあ共同通信杯、天のアラフォー登場、2番人気3歳戦多いですね。1番人気は凱旋赤壁です。本正面は天のアラフォーとなっております。それ以外は全部凱旋赤壁が2番人気、20丸。シェホッパーかと人気が。さあアラフォー2番人気なんで先方を変えられますが、先行有利だと思うんでそのままでいきます。ダイジェストです。東京3歳限定 G3 共同通信杯芝 1800m です。さあ直線に入りました。先頭に泳いでるが、エイシンホッパー先頭、外から勢いよく天のアラフォー。さあ先頭に立ったのは天のアラフォー、後続を引き離しにかかる。残り 200m、 先頭は天のアラフォー、2番手は凱旋赤壁。この手応えはどうか。天のアラフォー先頭だ。先頭は天のアラフォー、勝ちましたね。2着は凱旋赤壁、見事に勝ちました。天のアラフォー、凱旋赤壁を迫ったんですが天のアラフォーが勝利です。他6馬身差つけてますんで、レベルは高いと言えるんじゃないでしょうか。先ほど記念、天の想定内です。天馬バーバリー、天の想定内1番人気、2番人気ドリームジャーニーですね。分け合ってます。東方アランなんかも人気です。あとネバーブションもいますね。クラブは凱旋リベンジも要注意と言えるんじゃないでしょうか。ダイジェストいきましょう。京都 G2 京都記念芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。シャドウゲート、先頭前に迫るレインボーペガサス、レインボーペガサス中割ってきた。残り 200m、 さあ接戦だ。ドリームジャーニー、
2番手はネバブション、ドリームジャーニー。ドリームジャーニーか。ドリームジャーニー、ゴールイン。2着にはどうやらネバブション、3着に天野颯打ていない。見事に勝ちました、ドリームジャーニー。そうでない、3着。さあ、いよいよフェブラリーステークス、天のヒーロー片野春日の2頭が出走です。新崎ってどうなんだ。新崎いい機種か。あと、天のアミーゴがフューチュリティステークス、すでに金札確定してますんで、その福永が海外で頑張ります。片野春日だ。片野春日一強ですね。ピアヒョ、おっと、51か。ここまでですね。最上位かアミーゴ。アミーゴはもう条件満たしてますからね。さあ頑張ってほしい。フリー要素なんかも出てくるんですね。血のりを生かしてほしいです。ハルヒーヒーローは さあ、まずポニョですね。ポニョはチューリップ賞いいんじゃないでしょうか。ポニョは2勝です。2200か。オークスがちょっと長いよな。それだけどういう走りを狙っていくかちょっと迷うところではあります。まあ海外陣はもう一つ取ってるけどな。カレンちゃんが次ファルコンステークスか。ダートも行けますからね。こちらは精神力がな、ちょっと怖いよな。メンタル重視。で、トゥルースが。カレンちゃんが。フィリーズレビューか。でも大丈夫なのかな。もっと長い方がいいんじゃないかな。アネモネとかの方がいいかも。アネモネとかフラワーカップの方が。フラワーカップ行きましょう。でグーは伏龍一周放牧。
で、そしてブルーレイも一周放牧ですね。フロリアダービーに挑みます。柔軟性がちょっと低いが、ブルーラシップフリージア、ブエナビスタもドバイターフで、挑戦です。ブラックキャビアも同様ですね。ミヤハイに挑みます。ブラックキャビア今何勝だっけ。まだ2勝なんだよな。初音ミクが、初音ミク勝ちきれないですよね。今度こそ、さあニコニコがなんかな、ボロ化けしてるよな。まあでも春天まで待つかな。育成効果はまだ残ってるし、でも精神力とかも高いから海外ダメじゃないと思うんだけどな。あ、 iPod いるのか。ん？ iPod 別に譲ったらいいと思うけどな。iPod はだからここじゃなくって、ここですよね。ドバイシーマクラシック、ジオポンティーラとぶつかってもらいます。ヒーローがフェブラリなかなか勝てないよな。佐藤春子はあとどちらかを勝てば金札確定です。そしてオーケンブルース3ですね。この疲れはちょっとやばいな。疲れすぎている。まあとはいえちょっと待とう。ハルテンが合うんだけどな。
ハルテンだろうな。でもニコニコもいるんだよな。まあニコニコよりはこっち出した方がいいかも。じゃあニコニコをどこに出すかですよね。ここタンクレットの後にどこに出すか。マノーとか。キャンキャンと3体いたハンデでかぶっちゃってるよな。線の数は勝ってない。ゼニアターサウジカップに向けてちょっと調子悪いな。不安ですが、このハウル iPod はドバイへ。想定内はん？高松宮記念？いやいやいや、それはないわ。1億8880万か。香川記念か。ダービー強かな。さあ、金車さん気持ちいいもドバイワールドカップに挑みます。で、世界に花がダイオライト記念で、勝ちたいやマクトゥームか。あ、ダメだ。まあこっちでいいのか。
ビリーブ。それ機種が行きましょう。ネクストフューチュリティステークスを、オーストラリア天のアミーゴ一番人気です。130はゴルティコバか。アマノアミーゴ132なので一騎打ちムードですね。レース行きましょう。コーフィールド競馬場 G1 フューチュリティステークス、オーストラリア芝 1400m です。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コースタートを決めたのはフライトクローデッド、ゴルディコバ。この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくフライトクローデッド行きました。続いて前へ行くのはゴルディコバ、さらにはギルデアクルッパー、無敗のスパイシーエプソン、その後ろ先手を取ったのはゴルディコバ、すぐ後ろにハイエストナレーター、オレンジの帽子グレーシャスオーキッド、その後ろ少し離れてイブニングエンペリー続いています。並んで16番キャメロンアンセム、その後ろからはガーベイクライド。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ゴルディコバやっぱり強いな。差を広げにかかります。グレーシャスオーキッド懸命に追いつかれます。そこもすごいや。ゴルディコバ残りあと 400m、 長い直線ここからどうか。ゴルディコバようやくやってきたが差が詰まらない。このリードを保てるか。残り 200m、 2番手はアマノアミーゴ、ゴルディコバ先頭だ。ゴルディコバ1着、ゴルディコバ完勝。2着はアマノアミーゴ、3着にベストインセール、勝ったのはゴルディコバ、見事な勝利です。なんだこのゴルディコバの強さ。フリージア賞ルーラーシップ登場です。一番人気グリグリです。ダイジェストです。東京3歳1勝クラスフリージア賞芝 2000m です。さあいよいよ直線の攻防。セイウンエクスポ先頭、外からアリゼオ先頭、アリゼオ先頭、外から勢いよくルーラーシップ先頭。あと 200m 後続を引き離すルーラーシップ、足色は衰えません。しましたね。2番手はアリゼオ、ルーラーシップこの馬で決まりか。ルーラーしました。圧勝でした。段違いの強さです。2着はアリゼオ、3着にスピークアイズ、これは物が違う。ルーラーシップいいえ。京都牝馬ステークス天のラキスタ一番人気、今週も本命です。さあ相手になるのはグランプリエンゼルみたいです。これにエルリアルトぐらいかな。ダイジェストいきましょう。京都牝馬限定 G3 京都牝馬ステークス芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノラキスタ先頭、外からグランプリエンゼル先頭、あと 200m グランプリエンゼル、さらに足を伸ばす。グランプリエンゼルに勝された。追いすがります。グランプリエンゼル先頭、2番手はアマノロキスタ、グランプリエンゼル通り、2着はアマノロキスタ、3着に西のブルームーン、見事に勝ちましたグランプリエンゼル。なんか勝負弱いよなラキスタ。あ、そうなんだ。
さあフェブラリーステークスがやってまいりました。一番人気片野春日ですね、フリオソ2番人気、そして天野ヒーローが3番人気となります。本市以外は全部、片野春日フリオソ地方ですね、これが本市本命となってます。天野ヒーローも丸までですね。あとバンクル立山ぐらいまでかな。さあ天野ヒーローは戦法を変えられます。先行策でいきましょう。レースです。冬の、ダート王決定戦 G1 フェブラリーステークスダート 1600m で行われます。フリオーソが地方からやってまいりました。果たして勝つことができます、返り討ちすることはできますでしょうか。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス間もなく発走です。さあ最後は大外枠のバーミリアン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは片野春日。春日ですね。切りました。ダッシュをつけて片野春日行きました。ウォータクティクス、これに続きます。先手を取ったのは片野春日、その外からエスポワールシチ、アグネスジェダイ、それに続いています。内からはサクセスブロッケン、その外にフリオーソ、並んで13番天野ヒーロー、ワンダースピード、それに続きます。緑の帽子ミリオンディスク、その後ろバンクル立山、すぐ後ろその外にバーミリアン、その隣にワイルドワンダー、スーニ、この馬もこのグループ、その横にサンライズバッカス、すぐ隣にランザローテ、しんがりからモエレソーブラッツ、各馬砂煙を上げてかけていきます。オーケー機を通過していきます。この辺りで先頭が変わりました。エスポワールシチ、2番手は天野ヒーロー、フリオーソ3番手、4コーナーカーブして上がってくるが、さあこれからです。エスポワールシチ先頭、内からぐんぐんと、フリオーソはどこにいる、片野春日先頭、さあ天野ヒーロー一気に来た、残り 200m を通過して、片野春日このまま振り切れるか、どっちだ、2番手は天野ヒーロー、片野春日、春日ですね。一着、二着は金札取りましたね。三着にバミリアン、これが世界の実力だ、片野春日。ウィニングランです。リオさん5着だったか。マノヒーローも、まあ、頑張りましたね。これからに期待です。あとはちょっとローテを調べて終了となります。この辺のゼニアッタをサウジカップなどは来週やりましょう。お、伊坂さんじゃないですか。クラシック展望です。マジカルダイアトム、本当3200万完成度が違う、本当かな。ジュニアカップ
は取ったが、共同通信杯は負けてるぞ。ティルダバル、父ブライアンズタラフ、母エゲリアですね。距離適性がまた違うしな。アロマカフェか、悪くはないような気はするけどな。カリーノカフェ、共同通信杯3着の馬か。距離適性どうなんだろうな。あ、悪くはないか。まあ問題は成長力ですよね。8万が最高って、もうボロボロですね。お、セレブリティは完売しました。ウェールキャプチャーももう完売しそうです。あとロードからのは、まあ一番売れてないのは凱旋ユニクロっていうとこですね。ミントギブン、スピードはありそうなんだけどな。精神力がちょっと、勝負根性が2難があるっていう感じか。はい、マイポットも今週ですね。で大阪杯なのか、まあまあいいか、金札取ってるし。で前にあったサウジカップですね、頑張ってほしい。調子がな、もうちょっと良ければ天気どうするかですね。まあでも挑戦していいと思いますかね。スーマか、スターマイルかな。保険ブルースリー、問題は疲れなんですよね。調子違うな、いずれも違う。で線の風、仕分けにゃんか。あ、まあ柏記念でもいいけどね。1002の1008、ゴールデンシャヒーン行きますか。他だって
ってこのぐらいしかないもんな。ゴールデンシャヒーンまだ出る馬がいないんで登録しときましょう。ケータか乗ってくれる？乗ってくれないから、まあ横乗りで行きます。ナバンワンは？なかなか勝てないな。三上が今あと1勝かな。ブラックキャビアが挑戦。それはちょっと無茶じゃないかな。ダートも行けるんだ。じゃあここ行きましょう。え、62キロ？マーチステークス。ちょっと調子を変えていきますか。ヒズレビは健康が悪い。クレンちゃん。アラフォーも精神だな。でもスピードがどうなのかわからんもんな。でも支配取ってるからアラフォーも。柔軟性 G、 ちょっと柔軟性は上げたいな。はい、ということでここまでにしましょう。ということで今回は2月4週まで、やっていきました冬競馬ですね。フィブラリーステークス、無事片野春日が勝ってくれて、これで多分片野春日金札確定となります。よかったです。そしてそうですね、 G1 の勝ち数を積み上げた馬もいましたね。さあ、そしてドバイ、それからサージカップなど次の配信では控えております。本格的に春の訪れが近づいているという感じです。楽しみにしたいと思います。
この配信はツイッチでお届けいたしました。ツイッチぜひアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。YouTube に、アーカイブアップロードいたします。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。ディスライブアーカイブマイ YouTube チャンネルアップロード2 days after マイ YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひアクセスお願いします。 X のアカウントフォローリポストいいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィーニングポスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。